おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか？早速だが、今日から働いてもらう。お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なもののふになれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実権は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊、対立してる2つの討伐隊の隊長だ。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みはすかん。ここから先は時継ぐと二人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。後から合流？まあ見ていろ。ああ、それと岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これからもののふになるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。ま、そういうわけだ。里の探検と行こうぜ。お疲れ様です。いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうございました。今後とも。いらっしゃい。今日はどうしますか？
いらっしゃい。今日はど。これからも腕を磨いていきます。あなた様は。よ、クオン。ちょいと新入りを紹介してんだが。存じ上げております、時継様。本日はどのようなご用件でしょうか。話が早くて助かるぜ。こいつに御霊のことを教えてくれねえか。御霊でございますか。なるほど。私は御霊の御子、戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか。御霊はモノノフの力の根源、鬼に囚われた英雄の魂です。その魂を鬼より取り戻し力となすのが古くからのモノノフの習わし。あなたの体にも力強き御霊が宿っております。それがどなたの御霊かお分かりですか。源義経、平安時代を生きた若き英雄ですね。おや、別の御霊の存在も感じます。あなたは複数の御霊を宿すのですね。なぜあなたにそのような素質があるのか。その素質を奇化とし、さまざまな御霊を集めるとよいでしょう。まずは御霊を装着してはいかがでしょう。御霊は戦いの経験を重ねることで、少しずつその真なる力を解放していきます。積むべき経験は様々です。御霊の声に耳を傾けるとよろしいでしょう。ちなみにですが、私は御霊の成長を促す技を心得ています。早く御霊を成長させたいときは、私の再始動にお立ち寄りください。また趣味で小料理屋も営んでおります。そちらもどうぞごひいきに。御霊はあなたの友であり、力の源。夢夢おろそかにされることのなきよう。それでは、行ってらっしゃいませ、お客様。よし。次のもの、入れ。見慣れん輩だな。かぐや様の御前だ。名を名乗れ。貴様が魔女の言っていたもののふか。やめよ、ヤクモ。博士に失礼だぞ。は、申し訳ありません。東から来たものよ。
聞けば里のもののふになりたいそうだ。それには我ら隊長二人の許可がいる。まずは名乗っておこう。私はヤクモ、この絵舞台の隊長にして里の次期お頭だ。貴様も名乗ったらどうだ、侍よ。当屋だ、侍を率いている。覚えておくのだな、我らの名を。態度のでかい新入りだな。ここは中津国の西の最前線、戦力が増えるに越したことはない。貴様がもののふになりたいのなら許可を与えてやらんでもない。だが一つ重要なことがある。貴様は機内と戸様どちら。そんなこともわからんのか。やはり貴様は戸様か。答えたくないということだ。好きにさせてやれ。それならそれで構わん。貴様は紅月に預ける。はぐれ者を束ねている者の札、貴様が使えるか否かは奴に判断させる。それでいいな、侍よ。異論はない。かぐや様、ご決裁を。許す。お主の好きにせよ。は、ありがとうございます。紅月は物の不本部にいるはずだ。つなぎはつけておくから会いに行け。一つよいか。お主は東の果てから来たそうだな。そこはどんな場所だろうか。よければ話を聞かせてくれないか。何？そんなことがあり得るのか。かぐや様、そろそろ次の謁見者は。そうか、ならば仕方ないな。博士は元気か。よろしく伝えておいてくれ。そういえば名乗っていなかったな。私はかぐや、里を守護する神垣の巫女だ。また来てくれ。謁見は以上だ。紅月のもとに行くがよい、東の。よう。また会いましたね、時継ぐも。私に何かご用ですか。ああ、実はな。そうですか。ヤクモが私に任せると。ちょいと事情があってな。こいつは里のもののふになる必要がある。わかりました。僭越ですが、私がお預かりしましょう。なんだ、新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくしていてください。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少
しバカですが、根は善人です。仲良くしてやってください。やる、誰がバカだ。面覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもねえ、独立部隊みたいなもんだ。俺たちの協力者でな、たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士には第4がありますから、少しでも恩返しになればと思っています。それはさておき、私とホムラはこれから任務に向かうところです。昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介をすることになっています。よければ二人も任務に協力してくれませんか。いいのか、こいつはまだ里のモノノフじゃねえぜ。構いません、腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって証の儀とすればよいと思っています。なるほどな、そういうことか。あなたが里のモノノフになるためには証の儀を行う必要があります。マホロバの里の伝統で、新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里の者の府にふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、私が試験官に選ばれたということでしょう。であればこの任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で、異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか。迷いのない良い目です。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です、己を見失わなければ勝機は常にあります。では監視小屋で会いましょう。な、こちら博士、聞こえるか。お、つながったか。よしよし、やっと動いたな。驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。見せてやる。強くあらねば。これまでニコに頼るしかなかった念話を万人に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流すると。確か証の儀の最中だったな。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまえ。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するんだな。
せ。はあ、でやよし、すべての目標を達成したな。あとは西にある監視小屋に行くだけだ。気をつけていくんだな。以上、通信を終わる。見せてやる。待っていました。守備はどうですか？確かに目標を達成していますね。お見事です。あなたには簡単すぎたようですね。よし、これでお前も晴れてモノノフだな。ちょいと気が早いぜ、小せえの。誰が小せえのだ、ひよっこ。気づいてんだろ、囲まれてるぜ。ふん、分かってるよ。最後の試練です。私と共に目の前の全ての鬼を撃ってください。いいやっぱりだ。聞くな。
なんだその手は。目魂を置いてよく見とけよ。これが俺たちの新しい力、鬼の手だ。もうあのイカラ博士の発明品だろ。なんでてめえが偉そうなんだよ。黙って仕事しろ。相当完了。みんなよく戦ってくれました。はい、頑張りますね。みんな、怪我はありませんか？この程度であるわけねえだろ。ケツに噛みつかれそうになってたくせによく言うぜ。母ちゃんいいだろうが、母ちゃん。オムラもまだまだですね。あなたは大丈夫ですか？ならよかった。あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば、里の者の譜になるのに、誰もいいなとは言わないでしょう。私が試験官として認めます。あなたは、証の儀に合格しました。ただいまをもって、あなたを里の正式な者の譜として迎えます。ようこそ、まほろばの里に。よし、やったな。はじめの一歩ってやつだ。いちいちまどろっこしいんだよ。腕が立つなら最初からモノノフでいいだろう。万人を納得させるには手続きが必要になる時もあります。本部には私から報告しておきます。今後は自由に任務を受けられるでしょう。さて、鬼の流入が気になります。今日は念のためここで警戒に当たりましょう。ここは冷えますね。異界に近いからな。あそこはどんな季節だろうが底冷えする。その体で寒さが分かんのか。なめんなよ。これでも特注品だ。五感はそれなりに機能してる。それなりね。あなたは博士の遠縁だと言っていましたね。東の果ての里からやってきたと。ですが、中津国全体が滅びに瀕している状況です。あなたのような戦力を里が事情もなく手放すとは思えません。よければ聞かせていただけませんか。あなたが横浜から。俺もこいつも本当のところはよく分かってねえのさ。分かってるのはこいつがこの間まで横浜で戦ってたってことだけだ。博士はそれを10年前の大長時横浜防衛戦だと言っていた。つまりこいつは10年の時間を飛び越えてここに来ちまったのさ。は？冗談だろ。それが冗談じゃねえのさ。横浜で気絶して目覚めりゃまほろばだ。ついでに記憶喪失ときた。横浜以前のことは覚えてねえらしい。申し訳ありません。そんな事情とは思いませんでした。何か身元の手がかりになるものは？霊山の軍師供養ってのが部隊の指揮官だったってことは分かってる。つってもすぐに会える相手でもね。しばらくは後回しだな。そうですか。では大曲時以降世界がどうなったかは知っていますか？
せめてそれだけでも教えましょう。10年前の大曲時でこの世界は大きく変わりました。鬼が世界にあふれ、大半の人々は殺されてしまいました。明治政府は倒れ、今ではモノノフが唯一の統治機関です。霊山を頂点に、複数の里でわずかに残った人の性欲権を守っているのが今の状態です。その勢力圏を私たちは中津国と呼んでいます。他に詳しく知りたいことはありますか？他に詳しく知りたいことはありますか。以上がこの10年間に起きたことです。あなたには別にいいじゃねえか。ホムラ、まだ生きてんだろ。なら何も終わっちゃいねえ。10年経っても喧嘩は続いてる。ここも横浜も大して変わりゃしねえ。記憶をなくした？上等じゃねえか。仕切り直しだ。喧嘩は最後に勝ちゃいいんだよ。勝ち目がねえほど喧嘩は面白え。てめえもそう。ま、好きにしろよ。どの道俺には関係ねえ。不器用な励ましですね、ホムラ。ざっけんなよ。誰が励ましなんざするかよ。素直じゃねえ野郎だ。もっとも言ったこと、お前は里のもののふになった。ここが始まりだ、鬼との戦いのな。共に戦ってくれますか？ありがとう。んじゃ俺は寝るぜ。火の後始末よろしくな、新入り。オムラ、皆任務で疲れています。後始末はあなたがやってください。日頃不真面目な罰です。はあ、俺が何したっつうんだよ。身に覚えがないと。ざまめえな。時継ぐ、あなたも一緒にお願いします。一人では危険ですから。って俺もかよ。ご愁傷さん。じゃあ、しっかりな。
いらっしゃい。ありがとうございました。どうか無事。お待ちしてました。頑張ってください。お待ちしてます。どうか無事。お待ちしてました。どうか無事。俺たちは一蓮托生だ。頑張ろうぜ。
戦果だ。運命に導かれるまま。やはり鬼の手は強いな。